大橋といえばあの、ね、西側の、ね、鵜飼とか、ね、金滝の鵜飼とかねいう話なんだけど、まあ鵜飼というのは結局鮎ですからね、僕らもね鮎絡みでね、まあ、釣りやってますからね、だから金滝鵜とセットといえばちょっとねおこがましいけど、梅雨明けぐらいまでが、まあ、若い鵜になりますよね。で夏場のねちょっと水温が上がりますけどね、あの頃またしっかりね食べて大きくなって脂も乗って、あの時期が一番美味しいんですけどね、9月初旬までが。それから今度卵もしだしますからね、そうなると今度は子持ちアウトにしてまた楽しみますね。まあまあですね。